はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回、続きやっていくんですけど、あの前回のさ、あのスネークマン紹介したじゃないですか、最後。あれどうやらなんかスネークマンってこの、ブロックルーツには実装されてないようで、多分実装予定のやつなのかわかんないんだけど、それらしいです。だからごめんなさい、実際にはスネークマンはいない、まだね、まだ実装されてないという、ことでございましたので、ちょっとそこだけご了承いただ、ご了承というかね、ごめんなさい、先にちょっとお話ししておきます。はい。で、てかまだスネークマンいないんだね。なんかなんだったらもうギアビブスとかまでいるのかなって思ってたからあれだけど、いやでもこれまだこれギアセカンドってことはまだまだアップビース、アップデートがあるということでござろう。あ、待って、とりあえずクエスト、クエスト達成してない。今日はできればなんですけど、あ、でもさ、あ、まずじゃあ盗賊行きましょう。これ60レベルでね、これ行くんですよ。できるんだけど、今回ちょっとやりたいのが、まずね、まずやりたいのがスマッシュ、はい、それをちょっとまず覚えることもまずやりたいんですけど、それと、いやでもな、どうしようかな、せっかくなんかさ、これ本当にね、いつも見てますって、その本当に最初の時、いつも見てますって言ってゴムゴムの実をくれた方がいて、なんかね、これなんか悪魔の実って当たり前だけど重複することが多分できないし、そのなんだろう、悪魔の実食べたらリセット多分されちゃうと思うんですよね。だからなんかせっかくこの悪魔の実をくれたから、なんかピカピカとかにちょっとしたいなって正直思ってるんですよ。ちょっと課金してね、課金してピカピカの実とか、あと大仏だよね、大仏もなんかいいらしくて、やっぱりどんどんなんかちょっと上を目指すんだったら、そのまあそれとかね、そういうもっとその狩りやすい悪魔の実をなんかやった方がいいっていうことだったんだけど、せっかくさいただいたし、何よりやっぱりゴムゴムさ好きなんだよね。この変身がどうやらギアセカンド、ギアセカンドらしいから、そのギアセカンドにもなりたいさ。ちょっとしばらくちょっとこの悪魔の実でいきたいなって気持ちもあるし、なんかちょっとやっぱり新しい、まあ僕、皆さん知ってる通りね、僕キザルが大好きなんですよ。ワンピースのキャラクターの中で一番ね。だからそのキザルのさ、ピカピカとかさ、やっぱり使いたいじゃん。でそう考えると、ミーン、ピカピカも使いたいっていうこのカット、だちょっとコメント欄でちょっとまあ聞くのもあるんで、さすがになんかパート4まで全部ゴムゴムってのもね、まあせっかくいただいた方には申し訳ないんですけど、ここまで育ててくださった、本当にゴムゴムがなければこんなに早くね、こんな強い敵倒せなかったからね。やっぱり通常でこうやって剣とかで殴るともうボコボコされるから、だからこういうゴムゴムの実があるおかげで僕はこうやって今レベルをね、ガンガン今上げることができてるから、ちょっと悩ましいけどね。はい、まあというわけで、とりあえずじゃあこれ、あ、バイバーイわあ、生きた。まずこれちょっとレベル上げて、あと2人だね、あと2人倒して経験値を一気にちょっともらって強くしていこうか。でこれロブロックスっていうか、これブロックフルーツに関してなんですけど、よいしょ。あとなんかこういう感じで、もちろんクエストはねどんどんやっていくっていうのはあると思うんですけど、なんか他になんかやっていくことみたいなのありますかね。よかったらそちらもちょっとコメントで書いていただけるとありがたいなと。なんかそういう対戦みたいな感じさ、そのプレイヤー同士の対戦とかも多分あると思うので、なんかそういうのもやっていった方がいいのか、それか今はもうこういう感じでどんどんレベルを上げていくべきなのかとか、ちょっとまだわからないからね。オッケー、45000、レベル62か、達成してようやく2ってこと。ってことは待って、これ75までどんだけかかるん。よーし、きたー。今レベルが72まで今上げてる状態なんだけど、こっからついにスマッシュですね。X ボタンでスマッシュか、覚えました。ということで、じゃあちょっと待ってね、とりあえずやってみるか。クエストまずあと3レベルで、まあクエストもできるんだけど、その前にまずやりたいのはいきます。 X、 あー、あー、やばい、名前忘れた。斧斧だ、なるほど。おら、どうだ、でもそんなに強くなくない。やめてー、パズー。どうだ、火力ちょっと待って、今あんま見えてなかった。40なんて書いてなかったっけ今。どうなんだ、クールタイムが長い、早い的な感じ。ほい、あ、327、めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強かったです、はい、ありがとうございます。しかもスキルがまあ今まで1個しか使えなかったのが2個使えるようになったので、相当効率が良くなりそうな気がする。でもめっちゃ飛ぶ、真上に飛ぶのねこれね。
ディバイ。よーし、いいぞいいぞ。これでじゃあちょっとまた多分残り2回ぐらいクエストやれば475レベルいきそうなので、まあそれをちょっと狙っていきましょう。327は大きいな。すいません、取れてませんでした。申し訳ございません。ちょっと撮影してたと思ったらちょっと撮影できてなかったので、ちょっとレベル75の瞬間ちょっとお見せできなかったんですけど、無事まあレベル75になりました。まあこんなところ不正する意味がないので、まあ、信じていただけるとは思うんだけど、こんなとこ不正のしようがないからね、あれだけど。まあとりあえずあと1人倒せばレベルが、レベルっていうか、まあ、クエスト達成できるので、これを最後達成させて、でちょっと新しいクエスト75いってみようか。 OK。 さあこれでとりあえずもう一回上げて、そろそろ防御力に上げた方がいいな。でもね、ちょっとやっぱりクエストだったら早めにもう悪魔の実にしようかなと思ってね。でこれ砂漠の警官、これなんだ、行きましょう。はい、こちら6体、あ、いいね。ちょっと少なめで助かる。さっき 8体だったから助かるラスカルなんだけど、どこだ、あっちか。なんかあんまり遠いところ嫌だな。あのクエストの場所から遠いの嫌なんだけど、え、何、ああビクサー、そうね、多分ローでしょ。このピラミッドはいけんか。あれ、どこにいる。あー、来た、これだ、絶対これだ、強そう。レベルは70など相手ではござらん。みんなのものからかかってこい。最初私のやり方はですね、全員に喧嘩売るんですよ。これやばいな。こういう感じで全員に喧嘩売って、で貯めて貯めて、おら、まずこうやってやって固めるんですよね。はい、トライアングル君の、このクエスト講座ということで、あー失敗したわ、すまん、みんな失敗した。え、つ待って、食らってなくね、ダメージ、危ない、待ってくれ、ひー、やばいやばいかも、これ死んだんじゃないの、待って、やばい、コックが先に出てくる。はやー、くまつ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 、強い、あー強い、待って、これ防御力そろそろ上げないとまずいかもしれない、やばい、よしよし、これ経験値も高いと思うから、スマッシュ、危ない、ヒー、ワー、 What do you do? What do you do? あない、わー、怖い怖い怖い、待って、怖い、本当に怖い、あとは君だけだ、さあ来たまえ、さあかかってきたまえ、ビーアップアウト、あぶろ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 、あぶら、かたぶら、さあ最後だ、とどめだ、落ちてこい、よーし、オッケー、クエスト達成。まあまあまあ早い方じゃないか、これさっきより、さっきっていうか、あの海賊よりかは。でレベルも77と、でおそらく90レベルになったらいけるのかな。なんか地図さっき見たんですよ、多分カットしてると思うんですけど、序盤で、さっきの序盤で地図見てたんですけど、この砂漠が60が一番最低みたいな、60プラスみたいな感じで書いてあって、で最後の島が、まあ、90プラスだったんで、多分ここで、90レベルにしないと多分先に進めないというかね、次のクエストいけないと思うので、ここで90レベルか、てかやだな、こっちから遠いのやだな。はい、というわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。あれからっていうか、これからね、ちょっと90レベルまで頑張って上げていくんですけど、実はですね、前回、まあ、昨日の動画になるのかな、だと思うんですけど、スネークマンの、まあ、技がっていうのだったんですけど、あれどうやらね、なんか違うやつだったのかな、ファンアート的なやつだったのかな、まだなんかスネークマンの実装はされてないんだけど、あれ自体もちょっと違ったのかもしれないんで、今回、こちらですね、一応ね、ブロックフルーツの、なんかアップデート更新予定みたいな、そういうちょっとなんかまあロブロックスのね、まあかなり結構まあ高評価あったので、まあちょっとそれをちょっと開いてみました。でこの感じ見てると、もう完全にブロックフルーツなんだよね、これもここら辺とか、だからどうなんだろう、これとか、あーでも技的には、あでも技的にこんな感じか、ちょっとやってみようか、これ完全初見です、いきます。F ボタンでギアフォース変換でいいのかな、いきます、はい、おっ、おっ、おー、すげー、でもあれよく MMD だっけ、これ制作で初期じゃん、初期じゃんこれ、わかるかな、多分このこういう作ってるモデリングやってる人だったらわかると思うんだけど、こっから形作ってくやつじゃん。これあれか、まだまあ、制作なんか多分制作段階みたいな感じのタイトルだったんですよ、ブロックフルーツの制作予定段階のなんかゲームっていうか、だから
こっから形を作っていくって感じなのかな、もしかしたら。で、いろんな技があるからちょっと行ってみるか。はい。おーやばい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 、すげえ、待って、すげえすげえ、こうしようこれなんか見やすいわ。こうして、まあちょっとあまり人に打つのはちょっとよろしくないから、これ新世界なのかな、もしかしたら。僕まだ旧世界しか行ってないからわかんないんだけど、うわーすげー、かっこいい。ちょっと音がちょっとないんだな、あの BGM もちょっとないから、ちょっと後付け音声になってると思うんですけど、すごくない普通に。でキングコングガンもあるよ。キングコン、え、あれ、キングコング、あれ、キングあげあげやす、あー、え、これ今のか、今の、あ、違うの、今のはあれか、すげえすげえ。あ、ちなみにこれ、あ、消えたんだが僕、あれ消えたよ、透明になりました、僕やった、透明人間です。はい、これあのバウンドマンなんで、こんな感じで高く飛ぶことができます。でしかも何回も飛ぶことができるのかな、ボンボンボンって。はい、こういう感じでギアフォースバウンドマンならではの、あの高く飛ぶこともできるんだけど、あれキングコングがまだ実装されてないみたいな感じか。じゃスーパーガトリング、はい、うわ来た、うおーん、うわ、待って、これ透明なのやだな、透明やだけど、こういう感じ、うお、すごい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 、かっこいい、いいね。ちなみにこのベノムとかもあるんだけど、これちょっと消えちゃったからさ、見た目が消えてまった、ちょっとやだこれ、お願い、ちょっと出てきて、あ、なんか一瞬出てきたぞ。まあフェニックスとかもあるんですよ、あ、こういう、ほらすごくない、フェニックス、これフェニックスとか、なんかね、いろんなのがあるらしい。わー、これもしかしてあれか、ピカピカみたいな感じでずっと空飛べるんじゃない、これ、ほら、わ、これ移動楽だぞマジで。あ、でもちょっとこれ、あ、これ旧世界か多分、あれ砂漠だもんね、あれ僕が今レベル上げしてるとこだもんね。でも若干ちょっと絵が違うから、これどうなんだろう、本家じゃないのかな。いやでもこれ、もし本家じゃないとしても、本家に匹敵って言ったら失礼かもしれないけど、わー、僕が出てきたぞみんな僕がにょっきり出てきました。もうこういう感じで、まあでもしかしたらこれ、あの制作、本当にね、あの制作してるけど、まあフィールドはなんかそのちょっと画質を落としてみたいな感じでやってるのかもしれないね。じゃないとこんな綺麗に作んないでしょこれ。だコピーかなんかしてるんじゃないかなこれ。わー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 、ほら、まあ、敵はいないけどっていう感じかもしれないね。でここで制作してるのかもしれないんですけど、かっこいいフェニックス。はい、というわけでとりあえず今回はね、わーいわーい、見てピエンちゃんが飛んでるよそろそろちょっと見た目変えようかな。なんかかなり僕ちょっとこのブロックウルトハマっちゃったので、なんかね、前僕あのデモンソウルってやつやったじゃないですか、あの倒してずっと倒し続けてレベル上げるっていうハスクラではないんだけど、なんかそういうゲームが大好きで、こういうゲーム大好きなんですよ。でまあ PVP もあるじゃないですかこれだと、まあかい、だからちょっとか、今度海軍になって強くなったらね、で海賊と戦おうかなと。なんか海軍って最初セットしたらその海賊の人と戦えると思うんで、なんか圧倒的に今海賊が多いんで、ちょっと、まあ、こういうの PVP もちょっとやっていこうかなと思います。はい。あ、その字もある。というわけで、まあ、とりあえず今回はこの辺りで終わりますが、まあ、次回までになんとかちょっと90レベルまで時間かかるかもしれないけど、上げていきたいと思います。そして、ブロックルーツ、たくさんのコメント本当にありがとうございます。全部見ております。レベル上げ、なんか手伝ってくる、ばばばばば、手伝ってくださるっていう方も結構いまして、嬉しいです。ありがとうございます。でもなんか、どういう感じにすればいいかわかんないんで、ちょっとまだあれですけど、まあもしかしたらちょっと手伝ってもらうこともあるのかなと思います。なんか同盟的なのあればいいのにね。わかんない。あるのかもしれないけど。なんか同盟的なのがあれば、そういう感じでなんか、ね、一緒にみたいな感じでできればなと思いますが。はい。というわけで、じゃあ皆さんお疲れ様です。ピエンちゃんかわいい。バイバイ。